ジョニーレースおしゃられます菊池選手です。よろしくお願いします。今回は1キロタイムトライアルを優勝されて、このリーチ上杯からになりますけども、このあたりっていうのはどうでしょうか。まあ、そうですね、やっぱここは地元の G1 だと思うし、ここに向けてしっかり練習してきたつもりなので、まず頑張りたいなと思います。まあ、前走は西武園欠場されましたけども、体調面とか状態はどうでしょうか。それちょっと違和感あったんで大事とって休ませてもらったんですけど、まあ、練習直前の練習とかの感覚は悪くなかったので、しっかり今回も頑張りたいです。やっぱりここに向けてしっかりと調整してきたっていう感じですかね。まあ、そうですね、まあ、いつもより可愛いかなと思います。昨年も、走られましたけども、弥彦の印象っていうのはどうでしょうか。まあ、そうですね、まあ、今年 F1 とかは良かったので、まあ、しっかりここでも頑張りたいです。でその、リーチ上杯になるんですけども、増木選手との関東2人になりますけども、戦い方はどうされますでしょうか。一撃で頑張ります。そのあたりっていうのは、うん、自分から前に回るぞっていう、でもすぐ、まあ、話は向こう任せてくれるということだったので、しっかり、まあ、責任ある場所だと思います。しっかり頑張ります。まあ、対戦相手もすごく強烈ですけども、印象はどうですか。もう自分なんかもう下の下の存在とかもしっかり何か爪痕残せるように頑張ります。では、地元地区の記念で G1 になりますけども、4日間意気込みを最後にお願いいたします。一戦一戦精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。